うわぁ、空いい色だ。今日はこれからタイヤ交換をしてもらいに行きます。バイク昨日入荷したっていう連絡があったので、予約してバイクを置いたので、これからやってもらいに行きます。バイクおよそ6年履いたタイヤから、今ついてるのが新車装着タイヤなので、もう私中古で買ったのでね、前のオーナーさんがあんまり乗らない方だったので、買った時の走行距離が3337キロでした。でタイヤもバリ溝だったんですけど、もう私が走りすぎなんで、どうやらグラディウスが新車で履いてるタイヤすごく減りやすいらしいんですね。なのでもう前輪がかなりスリップサインつらつらにはなってないんですけど、ああ少なくなってんなーって感じでした。リアはまだまだあるんですけどね、まあ、古いタイヤってこともあるんで、セット品も安かったし、もう一緒に変えてしまおうと。これであの高速コーナーを走ってる時のうわー滑りそうみたいな不安感がちょっとでも少なくなってくれればいいな。この夕方しか予約が取れなかったので夕方に来ましたけど、この後鳴らし的なことしたいんだよな。タイヤ交換終わりました。うん、新品だな。前がこれ、うん、ライトがついててよく見えねえな。じゃあ気をつけて帰りましょう。新品か、怖えな。どの程度滑るのかっていうのが分かんないんだよね。一応このバイクは ABS がついてるから、直線でブレーキかけた時に不安定になるってことはないんだけど、コーナーの途中で滑られると困るよね。でまあすぐ帰りはするんですけど、ちょっと寄り道してから帰ります。麻雀漫画のサキっていうのありますね、あれの漫画の表紙になった場所がこの近くにあるので、ちょっとそこ寄ってから帰ります。ここを曲がって、なんかすごいパッて倒れるようになったな。よいしょって曲げるんじゃなくて、スッてなんか曲がるようになりました。なんかそんな気がする。でこの信号を左と、曲がりの、わあなんかひらひらになったような気がするな。本当、あ通り過ぎた。そこだ、ここです。あ、逆から来たね。ここですね。ちょっとここ止めさせてもらって、うん、夜だからあれだけど、ここですね。
何巻の表紙だったか忘れたけど、ここよし、で帰りましょう。左、なんかすげえ複雑この辺複雑なんですが、この辺あ、これ白糸台駅だやっとちゃんとした通りに出たっぽいな。ちゃんとしたっていうか、複雑なとこから抜けたっぽい。わああんな交差点でもなんかふわって曲がってちょっと面白いいやー、車に乗ってた時は新しいタイヤ変えるともうルンルンだったけど、なんかバイクは緊張するな、すごく交差点一つでも楽しんでしまう、楽しんでしまうっていうか、ちょっと体が固まるとか無事帰ってきたなこんなに短い距離でもドキドキするな全然ね、あのバイクの挙動が違うんですよこんなにスイスイ曲がるっけみたいななんかすごくコロコロしてるって感じですね。いやー本当はちょっとどっか行きたいんだけど、あのおとなしく帰ります昼間じゃないとね、なんかやっぱり心配、若干。いやー、これでしばらくタイヤの心配はいらないな。溝ね、溝がなくなる心配はないな。よし、というところで今日はこれで終わりにしたいと思います。では今回も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。